クリア・オスティリアは、共和制ローマの最初の元老院の議事堂である。ロームルスの時代に建設されたという伝説があり、トゥッドス・ホスティリウスが再建したとされる。フォロロマーノの地図に、コミティウムとクリア・オスティリアの推定位置を重ねたずこの場所には、古くから古代ローマ市民の集会所があった。さらに以前には、ウールカーヌス神の小さな神殿があったとされ、 王への検字が刻まれた大理石の石碑のある石祭壇が見つかっている。この場所は周囲からは隔絶されており、低いコンクリートの塀で囲まれ、歩行者が入り込めないようになっていた。クリア・オスティリアは三つの部屋のある建物で、その正面にローマ市民が集まるコミティウムと呼ばれる広場があった。市民はいつでもクリア・オスティリアに入っていき、議員たちの議論を傍聴することができた。 クリア・オスティリアについて詳細はあまりわかっていない。多数の文献に記されている特徴として建物の西側の壁の外面にタブラ・バレリアという壁画が描かれていたという。これは紀元前263年、失政官マニウス・バレリウス・メスサラがヒエロン2世へ率いるカルタゴ軍に勝利した戦いを描いたものとされている。大プリニウスはこの種の絵画としては ローマ発だとしているまた、クリア・オスティリアがコミティウムの北側にあったことは、多くの文献で一致している。コミティウムには円形に並んだ座席があったと言われており、中心のロストラで行われる演説を市民が聞くときの座席になるとともに、クリア・オスティリアの入り口に向かう階段の役目も果たしていた。クリア・オスティリアの位置についてスタムバーは、 クリア・オスティリアはホルム・ロマヌム全体を支配するように、高台の上に築かれたとしている。もしそうだとすれば、クリア・オスティリアは、共和制ローマの強さの象徴となっていたと考えられる。紀元前80年、ルキウス・コルネリウスス・は、元老院の議員定数を増やし、そのため手狭となったクリア・オスティリアを取り壊して、同じ場所にもっと大きなクリア・コルネリアを建設した。 さらにユリウスカイサルがそれを取り壊して、クリアユリアの建設を開始し、アウグストゥスが完成させた。ありがとうございます。